納車1週間で散るとかね、あの散るっていう言葉、あれほんまに頭散らかってるおっちゃん聞いたら怒られますよ。あれ散っとんのわしじゃ言うて。はい、じゃおー、イタリアンバイク研究所トシと申します。今日も仕事帰りね、走りながらちょっと話していこうかなというふうに思ってるんですけども、ちょっといつもと違ってね、肩の力を完全に抜きながらね、雑談チックにちょっとお話していこうかなっていうところなんですけども、まあトークテーマはですね、これにしようと思ってます。立ちゴケ動画についてね、モノモースパート2みたいな、あの一度ねこのお話させてもらったんですけども、今日はその第2弾という形でやろうかなと思ってます。皆さんもねご覧になった方多いと思うんですけどもね、2週間ほど前かな、初心者バイク女子の方がですね、ホンダの CBR のセンダボに乗ってね、1日3回立ちこけするっていうやつね。で普段僕立ちこけ動画あんまり好きちゃうから見ることないねんけども、なんかこの方の動画はサムネイルにね、初日に立ちこけで廃車かもみたいなね、初日に廃車にしたんみたいな、 CBR をみたいなね感じでね、ちょっとポチッとしちゃったんですね。で見て正直めっちゃ腹立った、いろんな意味でね。これ見た方はよく分かっていただけると思うんですけども、まずバイクむちゃくちゃボロボロにしてるしね、でその日2回立ちこけした時点でね、要はね買ったお店の敷地から出られへんねん。その状態のね女の人連れてね、そのまま、まあ、ツーリングかね移動か分からんけど続行するかみたいな周りの人で、とどめにね交差点の真ん中で右折しようとしたところ、またこけるみたいな、で最後にどなたかスポンサーお願いしますみたいな、何言うとんねんみたいなまあ、感じですっげえムカついたんですけども、案の定ね大炎上ですわ。でちょっとコメント読んどったら、こんな人にどうやって免許証与えたんとかね、もう悪いこと言わんからバイク降りろとかね、もうみそくそボロッカスに言われててね、結局その動画のね上げた方、もういなくなってますけども、まあ、そのぐらいね大炎上してました。まあ、大炎上ね、まあ、するよね。あれはひどい、あれはひどい。立ちこけしたのはご本人なんでね、心を痛んでるのはね分かってるけども、なんかね、それで動画の再生数伸ばしたろっていうのがねボロ見えなんですね。そこがねあのスケスケなんで、視聴者の方のね反感を買ってみんながみんな便乗してね叩かれまくってました。で僕自身思ったのは、まあ普段ね立ちこけ動画なんぼほど世の中立ちこけしてる人多いねんというふうに思ってるのと、前のね動画でもお話したんですけども、立ちこけするのは仕方ないけども、すぐにバイクを起こそうぜっていうお話をしたんですね。バイク好きやったら反射的にバイクを起こさへんかなみたいな、あのポーズ撮ってねサムネ用の写真撮ってる場合ちゃうねんみたいなねことを前回はお話したんですけども、まあ、今回ね強く思うのはこれね、僕の元ブロガー友達の雪国ライダーさんがね、この立ちこけについてね、まあいい話されてたんですよ。あの、興味ある方はね、概要欄貼っときますんで、ぜひ見てください。要はね、今まで当たり前だったことがね、ある日を境にね、当たり前じゃなくなるっていうこと、世の中にはたくさんあるけども、バイクの立ちこけ動画もそろそろその時期ちゃいますかっていうね、内容をお話しされてました。なるほどっていう内容やったんでね、僕もねちょっとこの話今日しようと思ったんですけども、立ちこけ動画をね、投稿する気持ちはわかります。まあ、せめてね再生回数回ることでね、バイクを傷つけた心の傷を埋めたい、これはよくわかるんですけども、この間のねさっき言った動画見たらね、もう立ちこけ動画、あの動画のおかげですよね。まあ言うたらもう立ちこけ動画はこれから嫌われていくと思いますというね、これ雪国さんも言ってたけども、僕もほんまそう思います。基本的に、再生回数は立ちこけ動画は伸びますけども、何の意味もないです。例えばね10万回再生される動画、これ立ちこけでねそのぐらい再生されたら結構いい方やと思うんですけども、でこれがね広告収益でねいくら入ってくんのっていうことをね冷静に計算してみたらええねん。バイクの壊れた部分をねきちっと直せたらええとこですわ。ほとんどの場合はねその修理費すら出ない、むしろね失うものの方が多いですね。それは何かというと視聴者ですね。要はね立ちこけ動画で視聴者は増えません。僕言い切ってもいいです、増えない。理由はいろいろあるけどもね、一番大きいのは一つ、
バイク好きの人はバイクをこかす人嫌いなんですよ、基本的に。うん、だから再生数回ってよかったってその瞬間は思うかもしれませんけども、その引き換えにね、ひょっとしたら大きいもん失ったんちゃうかって思うのはそのちょっと後に気づくと思います。もう一回言います、バイク好きはバイク焦がす人嫌いなんですよ。ただ一部ね、立ちこけ動画でも人のためになる動画はいいと思うんですね。こういう動作をしたら焦がす恐れがあるので皆さん気をつけましょうねっていうね、注意喚起っていうかね、自分のね経験をもとにね、他の人に対してアドバイスするような動画、これはいいと思うんですけども、大半がねこんなタイトルの動画多くないですか。初心者バイク女子、納車当日にまさかの立ちこけみたいなね。で僕ちょっとね変わってるから、このまさかのってついた時点でね、その動画絶対見ませんね。うん、まさかのって、納車当日が一番こけやすいから、まさかのじゃないからね、こういうサムネとかタイトルの時点で見ないですね。うん、ただこの間の動画みたいにちょっと飛び抜けた、納車当日に廃車かもみたいな、どういうことって言って見てしまいましたけども、もうね立ちこけ動画嫌いですわ、ほんま嫌い。なんかね、その動画投稿してる人の腹の中がスケスケっていうね気がして仕方ない、めっちゃ嫌い。なめんなよ、はい、皆さんねどう思われるか知らないですけど、でさっき言ったね、再生回数回る理由はね、単純に視聴者の方はねネガティブ訴求に弱いんですよね。あの同じことを伝えるにしても、例えばおすすめバイクベスト3っていうよりもね、絶対買ってはいけないバイクベスト3っていう方がポチりやすいっていうことなんですよ。要は人の立ちこけ、人の不幸っていうのはついつい見たがる、そういうものらしいです。だから再生はされますけども、そんなバイクをねむやみにこかして永遠とか言うてねサムネ作ってるようなやつに登録者はつきません。というか僕なら絶対登録しませんというねお話なんですね。立ちこけはね誰でもしますしね、したらねガクってなるのはあのよくわかりますけどもね、なんかもうそれがね動画にしたらちょっとでも再生回って登録者増えるっていう考えはもうね終わった方がいいと思います。単純に飽きた飽きました、立ちこけ動画。はい、あと立ちこけ動画のタイトルによくあるね、誰々さん散るとかね、納車1週間で散るとかね、あの散るっていう言葉、あれほんまに頭散らかってるおっちゃん聞いたら怒られますよあれ。はい、何が散るやと、ちっとんのわしじゃ言うて、はい、まあ、そんなどうでもいい話なんですけども、ということで僕もね最近バイクが2台ほど入れ替わりましたね。楽しい楽しい言うて乗ってますけども、まあ、油断したらですね落とし穴、要は立ちこけが待ってるんでね、あの気をつけてね、バイクを傷つけないように楽しんでいきたいというふうに思ってます。皆さんもね愛車の方を大事に扱ってあげて楽しいバイクライフを送っていただけたらというふうに思ってます。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。